伊平屋村は、沖縄県島尻郡の村。沖縄県の友人島としては最北端である、伊平屋島を主島とする。伊平屋島南部、島尻地区の浜辺最も古い遺跡は、縄文時代前期にあたる栗玄海塚で、発掘調査から人が、継続的に生活していたことが伺える。第一直し王朝を開いた、昭和市の祖父、助ケ川王主の出身地であるとされる。 琉球王国期には、伊勢名島、伊平野島は、琉球王島発祥の地として、王府直轄領とされ、そのため行政区としては、王府の聖域が多く存在する、本島南部の島尻群に属すことになった。これが、現在も続いている。2005年7月に、伊勢名村との新設合併による新、伊平野村発足を目指したが、伊勢名村で、合併の是非を問う。 住民投票の結果、反対多数となり、合併を断念した。2020年12月、村内で新型コロナウイルスの感染が拡大。同月24日までに人口約1200人のうち30人が、本島の施設へ搬送されたことから、離島のクラスター問題への対処として、注目を集めることとなった。村内の郵便番号は、九百五から零七。 XX である。周廃業務は、泣き人郵便局が行っている。奥蔵墓。第一直し王朝の祖先であるヤグラオアルジを祀る、イヘア村ポートターミナルイヘア島全泊港に到着したフェリーイヘア3イヘアヘリポート。ありがとうございます。